タイのプランタレー、ヌードルクリック、アサリのチリ焼きそば、揚げ麺に液体入り粉末ソース、レトルトのアサリ、フォークがついています。麺は太めの扁平断面で、固めでしっかりとした歯応えがありますが、ややしなやかさに欠けます。ソースは旨味がちょっと人工的でかなり辛いですが、ハーブの香りは爽やかで南国の雰囲気が出ています。レトルトのアサリは大量で満足感を得られます。全体の味作りは4586と同じですが、あちらが白身魚やムール貝、エビなど具材が多彩なのに対し、この製品はアサリだけに特化しており、違うこと